マジックを順調に減らしている阪神。交流戦で失速し、その後広島に追いつかれることがありましたが、底力を発揮して優勝は間違いない現状です。阪神の優勝はいつかが話題になっています。今年の阪神はチーム内のレギュラー争いが功を奏し、固定されていないポジションでも森下翔太、前川右京、井上康太たちが時期ごとに活躍し、スタメンに名を連ねました。センターラインのセカンド中野、ショート木浪もシーズンを通して固定できているのが大きいです。青柳晃洋、西勇輝の不調も大竹耕太郎、村上頌樹、伊藤将司、佐伯大人、西純也たち若い力が穴を埋め、7月から青柳が復帰、投手陣がさらに盤石になりました。投打が噛み合い、ペナントレースを独走中の阪神ですが、今シーズン最大の補強と言われた一人の男、この男が陰からチームを支えていることをご存知でしょうか。今回の動画は人知れずチームに大貢献するその男を紹介していきます。阪神を愛し岡田監督を支えるこの男、その男とは、去年まで阪神の二軍監督を務め、現在は一軍のヘッドコーチを務める平田勝男です。表に出てくることは少ないですが、平田ヘッドは裏の見えないところでチームを支えています。今回はそれがわかる平田ヘッドのエピソードをいくつかご紹介したいと思います。ブルペンに入る投手が0人、若虎に勝つ。2021年11月14日の鳴尾浜で行われた投手の秋季練習で起きた出来事です。ブルペンに入る投手が誰もおらず、消極的な姿勢だった若虎に対して、一軍の金村コーチ、福原コーチが来ているのに投げてアピールする気はないのかと一喝。来季に向けてのアピール合戦がすでに始まっていることを若虎に強く訴えかけました。秋季キャンプは、ブルペンに入ることがピッチャーの一番の練習やと平田ヘッド。厳しい言葉をかけたのも選手を思ってのことでした。秋季練習は1、2軍の投手合同で鳴尾浜で実施されており、普段見てもらう機会が少ない1軍の福原コーチ、金村コーチがいます。2軍の若虎はもちろん、1軍に定着できなかった選手たちにとって絶好のアピールの場であるはずなのに、ブルペンに誰も入らないことが信じられなかったのです。みんなチャンスがあんのよ、若い子たちは、僕どうですか、1軍に連れて行ってくださいよというアピールをどんどんしていかないと。若手のレベルの底上げはチームとしても重要な課題。新たなスターが出てきてくれることに期待しているからこその厳しい指導なのでしょう。マウンドで打たれろと激。2022年6月12日、ウエスタンリーグのソフトバンク戦。小野大輝が5四球6失点で降板すると、ドラフト2位ルーキー鈴木優斗が中継ぎで登板。押し出しフォアボールを出してしまい、コントロールが定まっていない様子だったため、平田二軍監督が直接マウンドに向かい檄を飛ばしました。打たれろって言ったんだよ、お前の責任でも何でもないんだから、フォアボールを出すくらいなら打たれてええやん、打たれて何点でも取られろよなって板山や片山にも言ってな、竜兵もうんうんって、内野手もみんな思ってるよ、打たれろ打たれろってって話をした。そしたら満塁ホームラン打たれよって、それでええって言ったの。フォアボールフォアボールじゃ自分の勉強にならない、腕を振って思い切り投げて打たれたらいい、まだまだ1年目や鈴木なんて、満塁ホームランは俺もさがっくりきたけど、打たれろと言った手前怒るわけにはいかないから、それでええねんって言ったよ、ベンチでそれでいいのよ。試合の勝利を優先する一軍では見られることの少ないエピソードですね。満塁ホームランという結果でしたが、まだ1年目の鈴木にとってはフォアボールで崩れるくらいなら打たれてしまった方が学ぶことが大きいと考えたのでしょう。平田ヘッドの若手に対する愛が感じられますね。舐めてんのか、投手陣に怒声。2020年11月28日の宮崎フェニックスリーグに参加中の若手投手陣を平田二軍監督が一括した出来事です。
日本ハム戦に1対8で完敗し、投手陣全員がサブグラウンドで試合中にミスのあった投内連携のノックを行っている時でした。お前ら笑ってる場合か。ふざけるなよ。なんで笑顔が出るんだよ。野球舐めてんのか。あのプレーで負けたんだぞ、ババア。同好会じゃないんだよ。なんでヘラヘラできるんだ。と、平谷軍監督が怒声を響かせました。試合は先発馬場がファースト片山との連携ミスから失点を重ねるなど5回5失点と乱調。課題を克服する練習でしたが、当の馬場らが緊迫感を欠き、笑みを浮かべる選手さえいました。甘い空気に耐えかねた指揮官は鬼の形相で叱咤したわけです。約2分間の雷を挟んで投内連携のノックは再開。1時間に及んだ練習後、投手がマウンドから一塁へベースカバーに入る動線には轍ができていました。練習後、平谷軍監督は再び選手たちを集め、厳しい口調で釘を刺しました。ミスした後、真剣にやろうよ。なんで笑ってやるんだよ。練習に緊張感がない。だから失敗するんだよ、お前ら。もっと一つのプレーの重みを感じろ、ババ。何を一軍で今年は経験させてもらったんだ。もっとよく考えて、大事なプレーなんだよ。笑ってなんかやれないはずだよ。そういう甘さがあるよ。真剣にやれ。説教後、馬場は大事なプレーなのでファーストの人とうまく連携しないといけないと神妙な表情で気を引き締めました。馬場を含め2軍という立場に置かれているにもかかわらず緊張感がない選手たち、彼らの気を引き締めるという意味で平谷軍監督の説教はかなり効いたでしょうね。怒るべきところでしっかりと叱れる平谷軍監督は指導者として素晴らしいですね。以前、秋山匠が2022年オフに、2軍の若手投手は全体的に自覚が足りない選手ばかり、こいつらにはまだ負けないなって一緒に練習しながら感じていましたと言っていましたが、こういうことだったのでしょう。勘違いするな、前川への叱責。0対3で0敗を喫した7月16日の中日戦。3打数ノーヒットだった3番ライトの前川は9回ワンアウトで第4打席、マルティネスの前に空振りに倒れました。ベンチに戻った前川右京は試合後、己に対する感情を抑えきれませんでした。ガチャーン！ベンチにいた阪神選手、スタッフのほとんどが目を向けた先にいたのが前川でした。数本のバットのグリップを持ち、ヘッド部分をベンチの床に叩きつけ、悔しさを示しました。直後、先ほどの衝撃音以上の迫力がこもった声が響きます。主は平田勝夫ヘッドです。勘違いするな。鬼の形相で叱責する参謀と立ち尽くす若虎の光景はテレビに映し出されていました。要はバットに八つ当たりする暇があるのならバットを振れということ。商売道具なんだからね。一般の会社で物に当たる社員はいないでしょう。野球も一緒。勘違いはあかん。そこはしっかり教えないと。まさかテレビに映っているとは思わなかったけどね。平田ヘッドは苦笑いを浮かべながら振り返りました。試合で結果を残せなかった悔しさはきっと私たちには想像できないほどでしょう。思わず感情が抑えきれない選手の気持ちも理解できます。ただそれが道具を粗末にしてもいい理由にはならないということでしょうね。道具に対する姿勢、一社会人としての常識をきちんと指導してもらえる平田ヘッドは、若手にとってなくてはならない人でしょう。球審の誤審にクソボールやないか。十数年前に遡りますが、平田氏の最も有名なエピソードです。当時、阪神二軍監督を務めていた平田氏。相手は中日、1対1で迎えた5回。ピッチャーが投じた球はワンバウンドに近いような球で、見ている誰もがボールだと思いました。しかし球審はストライクのコール。その判定に相手のキャッチャーまでも思わず一瞬動きが止まるほどでした。するとすかさずテレビ越しでも聞こえるほどの大きな声で平田二軍監督のいろいろな言葉が飛び込んできました。クソボールやないか、あんなん。意地になって取っちゃダメだよ。
何を言ってるんですかじゃないやろ。なんやそのふてくされた態度は。テレビを見てみ。勘違いしたらあかんよ。そして発した言葉の中でもこの一言は多くの人の心を打ったと思います。選手は一生懸命やっとんのや。この言葉に平田氏のすべての感情が詰まっているように感じます。野球選手という職業は明日がどうなるかもわからない、将来が確約されているわけでもない世界です。その中でも2軍の選手は結果を残せなければ戦力外というよりシビアな世界で全力で戦っています。一球一球の判定が明日を決める結果になるかもしれません。だからこそ一球への判定にここまで一生懸命になってくれる監督がそばにいるということはきっと選手にとってもすごく嬉しいことだろうと思います。平田氏は間違いなく最高の二軍監督でした。阪神を陰から支えるこの男、まとめ。今回の動画はいかがでしたでしょうか。阪神の若手選手は二軍選手でも周りからチヤホヤされて選手の成長を阻害すると言います。人気チームだからこその現象ですが、そんな中厳しい指導をしてくれる平田ヘッドの存在はとてもありがたいことです。名監督のそばに名参謀ありですね。ご感想やご意見がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、平田ヘッドが好きな方がいらしたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。